たいと思っています。今日は、皆様にですね、そのシーズン3の、バトルの方向性について、お話したいと思っております。シーズン3のテーマなんですが、今回のテーマはフレッシュというテーマで、いろいろ考えております。今までの良いところを残しつつ、ユーザーの皆様が、新鮮な気持ちで、バトルに臨めるように、仕様追加や、調整などを、そういった方向性でかけていきたいと思っております。例えば、そのうちの一つに、Z アシストセレクトなどがあります。なんとですね、次回以降のバトルは今まで固定されていた、キャラクターのアシスト技がですね、選べるようになるというシステムになっています。キャラセレ画面とかで、それぞれ3つ、アシスト技が選べるようになりますので、自分の好きな、アシスト技というのを選んでいただければなというふうに思います。でこれにより、今までにない自分だけの、コンボのつなぎ方とか、戦略っていうのも、自分で作れるようになりますので、より幅広い、楽しみ方が、できるようになるんじゃないかなと思ってます。合わせて、バトルの、調整なども行っていきたいと思っています。今回の調整は、本当に様々なキャラクターを使ってほしいという意図から、そういった意図で、調整の方を行っていきたいと思っています。例えば Z アシストセレクトなども、そのうちの一つですね。今回の仕様追加や、調整で、Z アシストの性能だけで選ばれるとか、キャラクターの体格で選ばれるとか、そういったことが少なくなって、それによってよりプレイヤーの個性が、出せるようなバトルが楽しめるといいんじゃないかなと、思っております。また他にも、今、この現状のバトルである、強力な攻めや連携による、一方的な展開っていうのを、減らすような調整を行っていたり、他にもですね、残り1人になっても最後まで、諦めないで戦えるような逆転性を高める調整なども、入れています。逆転性を高めるについては今回仕様追加のところまでちょっと踏み込んで、考えておりますので、そちらも見ていただければなと思います。あとですね、これはまだ確定しているわけではないので、何とも言えないことなんですけれども、実は今年は、シーズン2に関してはバトルの調整っていうのを、ツアーが始まったら、1回も行わないで、今まで続けてきました。でただ今回シーズン3に関しては、必要であれば調整を行っていきたいなというふうに考えています。でただ細かい調整をたくさん入れていくというわけではなくって、必要であれば、良いタイミングで大きく1回やるとか、そういうような調整の方向性を考えております。これは本当に状況によりけりなので、今確実にやりますとか、今後もどんどんやってきますとか、やりませんとかっていうお話は今できないんですけれども、まずはそういった心持ちであることを今遊んでいただいている皆様に知っていただきたくって、この場を借りてお伝えさせていただきます。他にもですね、フレッシュな気持ちでバトルに臨めるように例えば UI の変更とかを行っていたり、他にも新しいモード追加なども行っておりますので、そちらも引き続きご注目いただければと思っております。それでは皆様、ツアーのファイナルバトル頑張ってください。